電気通信主任技術者とは、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任されたものである。電気通信主任技術者は、原則として、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた、もののうちから、これを選任しなければならない。総務省所管。 昭和60年電気通信事業法の施行と同時に制定された電気通信ネットワークの工事維持及び運用の監督責任者である事業用電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合させ自主的に維持するために電気通信設備の工事維持及び運用の監督に当たらなければならないこととなっている電気通信事業者は 設備の設置の区域が同一市区町村で利用者が3万人未満の場合を除き電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者の,のうちから選任しなければならないとされている。また平成22年度より都道府県ごとにも選任しなければならない。ただし県任または外部委託も認められている。 電装交換主任技術者電気通信事業のように、共する電装交換設備及びこれに付属する設備の工事、維持及び運用の監督平成15年度までは、電気通信事業者に第一種と第二種の区分があり、これに対応する形で、第一種電装交換主任技術者、第二種電装交換主任技術者の2種類があった。また、 平成17年度までは、第2種電装交換主任技術者に係る国家試験も行われ、この試験に合格したことによる、電装交換主任技術者は、電装交換主任技術者と呼ばれる。線路主任技術者電気通信事業のように供する、線路設備及びこれらに付属する設備の工事、維持及び運用の監督電気通信主任技術者、資格者賞は、 総務大臣が交付する。取得にあたり、年齢、性別等の制限はない。取得は次のいずれかによる。概要受験資格願書受付期間試験、日程試験形式及び、時間足し選択式で、午前は設備、午後は放棄とシステムの組み合わせで、科目免除者は、所定の時間が経過したら、退場する。受験地試験手数料科目電気。 通信主任技術者規則第9条に規定されている。電気通信システム電気通信工学の基礎、電気通信システムの多様電装交換設備及び、設備管理電装交換設備の、外用電装交換設備の設備管理セキュリティ、管理ソフトウェア管理法規電気通信事業法及び、 これに基づく命令優先電気通信法及びこれに基づく命令電波法及びこれに基づく命令不正アクセス行為の禁止等に関する法律並びに電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の太陽電気通信システム 電装交換と同等線路設備及び、設備管理線路設備の概要線路設備の、設備管理セキュリティ管理法義、電装交換と同等一部免除参考平成20年度試験までは2年間であった。総務大臣認定校の所定科目の取得者は、システムが免除される。実施結果区分改正後のものを掲げる。下記のものには、 電気通信事業法第46条により、電気通信主任技術資格者証を交付しないことがある。電気通信事業法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または、その執行を受けることがなくなった日から2年を、経過しないもの電気通信事業法またはこれに基づく、命令の規定に違反し、電気通信主任技術者資格者証の返納を、 命じられた日から1年を経過しないもの電気、通信主任技術者の資格者証。平成22年4月以降発給様式は、平成22年4月より、運転免許証や、クレジットカードと同じ大きさの写真入りの、プラスチックカードで、ホログラムが施される。従前は、A4 版で写真なしであった。氏名の訂正についてはこれに関する規定がなくなり、 最高府によることとされたが、従前のものに対しては経過措置により訂正が認められる。なお、同時に工事担任者資格者証無線従事者免許証も同系同代のプラスチックカードとなった。申請書には原則として氏名及び青年月日を証明する書類の添付を要する。ただし、住民票コードまたは、 現に有する電気通信主任技術者資格者証の番号、工事担任者資格者証の番号、無線従事者免許証の番号のいずれかを記入すれば、添付は不要である。電気通信事業法第47条の規定により、資格者証の返納を命じられたとき、または、資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときは、10日以内に、 資格者証を総務大臣に返納しなければならない。また、電気通信主任技術者が死亡、または失踪宣告を受けたときは、戸籍法の規定に基づく死亡、または失踪宣告の届出義務者は地帯なく、資格者証を総務大臣に返納しなければならない。総務省情報通信統計データベースによる、電気通信主任技術者は、 就寝資格であり、資格者証そのものの更新はないが、平成21年6月の電気通信主任技術者、規則改正により資格取得後も、最新の知識、技術を保有し続ける、よう努力することが義務付けられた。そこで、総務省は、平成21年度に IP ネットワーク管理、人材研究会を開催し、IP 化の進展に伴い、 設備やシステムの構成が変化し、電気通信主任技術者には、従来以上に、広範かつ多様な知識、能力が求められるようになっている一方で、資格取得者が自らスキルアップを図りたくとも、手がかりとなる情報がないといった問題が、顕在化していることから、電気通信主任技術者に求められるスキルを、具体的かつ体系的に整理し、公表することで、人材の育成、 確保に役立てることが必要であると報告された。これを受け、平成22年度に、電気通信主任技術者、スキル標準が策定された。電気通信主任技術者、スキル標準は、大幅な技術革新がない限り数年ごとに、改定されるものとしている。下記の資格などは、試験科目免除になるか、業務経歴で取得できるか、 電気通信主任技術者が任用されるものなどである。年齢その他の制限があるものも含まれており、詳細は各項目を参照のこと。試験科目が免除されるもの業務経歴で得られる、もの任用の基準にあるものその他。ありがとうございます。